こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。はい、今日は、メインアカウントで、ノクタリア様、バレンタインバージョンのノクタリア様をちょっと試運転ね、していきたいと思います。はい、ね、バレンタインコロシアもね、ちょうどやってなかったんで、とりあえず一旦僕の実力で、ここが多分ね、ウィンウィンな関係を、バレンタインコロシアムさんと、築けると思うので、バレンタインコロシアムで、ちょっと今回はご勘弁ください。はい、パーティーご紹介しますね。はい、こんな感じのパーティーをちょっと組んでみたんですけどね、これ、リダフレって、リアリティ一緒でもええの？そう、わかんないんで、はい、ちょっとごめんなさい、ちょっと、倍率とか発動してなかったら、言ってくださいね、ほんま。で、ご紹介しましょう。リーダーのノクタリアに、小学生、五色攻撃強化に、リアチェン体制に、バレンタイン、クシナダの武器つけております。はい。で、こちらもバレンタインのキャラですね。四色攻撃、秋に四色攻撃強化、無効貫通、コンクエストレコード、アレキサンダー大王の武器ですね。はい。で、チョッパーに、小学生回復強化に、スキルチェーン二つ、ドクメザメ体制です。はい。ソフィーですね。ソフィーに、直接 L 字に、おざめざめ体制に、ビッグマムの怒りつけてます。はい。チョッパーにごめんなさい。アマテラスの武器つけておりました。はい。で、闇ラードラですね。闇ラードラに7コム強化、無効貫通、スキルチェーン2つ。これが、ちょっと待ってくださいね。思い出すまでカット。ミラボレアスの武器でした。はい。で、こちらがフレンドさんのノクタリアに、五色攻撃強化、無効貫通潜在に、とりあえずね、ハマージュ武器つけていただいてます。それでは、挑戦する対戦よろしくお願いします。ほんまにここら辺がちょうどいいと思うんですよね、僕にとっては。よし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 。ルーレット。それでは、ノクタリアお嬢様使いましょう。で、闇ラードラも変身させとくか。進化ね、スキル。で、ソフィーのビッグマムの怒りは使っといて、で、これアマテラスの武器使ってね、フェイストかけといて、さて。はいはいはい。本当はね、もうちょっと難しいダンジョン。あ、闇回復消してない。あ、回復消してない。これやらかした。回復消してない。やらかしたけど、いけた。よかった。よしよしよし。私の気持ちです。受け取るよ。受け取ってくれます。あ、もちろん受け取ります。はい。よしよしよし。闇ラードラいらないか。とりあえずデバフ食らっちゃったんですけど、まあ、そこら辺はね。まあ、いいんじゃないでしょうか。知りませんけど。どんなもんダメージでか。あ！火消えてねえな。おー、危ねえ。美味しかったですか？あー、美味しいですよ。よし、じゃあこちらのノクタリアさんを変身させましょうか。変身か、スキル進化か。ちょっとね。闇ラードラのスキル使います。HP ね、下がっちゃうんですけどね、結構割かし回復もりもりなんで、構成チャレンジと違ってね、回復力減らされてないんで、十分じゃないかなと思って。はい。いや、ちょっと今日ね、めちゃくちゃ寝癖ひどかったんですよ。動画撮るに、めちゃくちゃ寝癖ぼっつぁぶさで、ここら辺がね、ちょっとピヨンってなってると思うんですけど、それでね、頑張ってね、髪の毛整えようとしたらね、はい。こんな感じになりました。これでも、頑張ってね、寝癖を抑えてるんです。よくね、なんでそんな髪の毛バッチリ整えてるんですかって聞かれるんですけど、僕も整えなくて出れるんやったらいいんですけど、あ、もうそんなこと言ったらね、色揃ってないよね。よし、なんか、ただ単に寝癖がひどいからです。はい、ラードラ使っとくか。
寝癖がひどいのと、まあその、まあ、顔出してる以上の、まあ、最低限の身だしなみはね整えなあかんよねっていうことで、今日はそのあとワックスがべったりついちゃったのもありますね。はい、よし、よーし、よしよしよし、果たしてこの編成はいいのか。いや雲は積んでますね。バレンタインだね。はい、ありがとうございます。皆さん、そのバレンタインにまつわるなんか面白いエピソードとかないですか？僕はね、ちょっとこれ色ないけど、闇回復あるからいいか。これロック解除とかあったっけ？違うね。はい、僕はそんなに面白いエピソードはないんですけど、その回復消してねえか、これ消えてるか。体育会系クラスだったんですよ。そのまあスポーツ推薦で学校入ったんで、だからね、そんなことに浮かれてるのは、まあ、実際そのですね、まあノクタリア使おうか。まあ一般の入試で入ってきた方たちだけで、バレンタイン何それ状態やったんですよね。まあ賭けで知らないですよ、その賭けではね盛り上がってたかもしれないですけど、僕の知る範囲でそのまあ中学時代はね、まあそのスポーツ推薦とか関係なかったんで、まああったんですけど、高校時代はね、まあでももらってる人おったかな、どうなんやろな、ほんま。ちょっと闇ナード扱います。はい、まあ、いましたけどね、それ思い出した。イライナ、先輩が、まあ、めちゃくちゃ僕らの代から嫌われた先輩が、その彼女がいはって、その彼女からもらったバレンタインのチョコを、その更衣室でね、部活始まる前に、むしゃむしゃ食ってたんですよ。ちょっと引きましたね。もっと大事な場面で、食べたらええやんと思って。まあ多分ね、その自慢したかったんでしょうね。まあ、まあ、ちょっと子供心ながら痛いなと思って、はい、拝見しておりましたね、その姿を。はい、いやもう本当にその先輩がね、まあ、見てるわけないんですけど、見られてたら申し訳ないですね。お返し待ってるわ。はい、いやなんか今日全然なんか面白くないな、自分で喋ってたら面白くないな。これ消せないか、消せないか、チョッパーがいる。はい、大丈夫。はい、で闇ラードは使っておきましょうか。はい、ちょっとごめんなさい、ちょっとグだったんで、ちょっと多分カットします、ここ。まあ闇めっちゃ降ってくるやん、ノクタリア様のお目覚め。よいしょ。はい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 、そんなことしてくんの。ちょっともうええか、これ使っちゃうか。コンクエストコード、ちょっと、はい。あ、マジか。どうしよう。ロック積んでんやけど、これ。知らん間に。これも使っちゃおう。水をね。ほい。多分足りる。OK。よし。じゃあ、闇ラードラ使って。ですね。はいはいはい。はいはいはい。あ、まあ、どうなんすかね、これ。いや、もう全然面白くないなと思って喋ってて、どうした僕。いつもあんだけおしゃべりクソ野郎やのに、どうしたと思いながら、ちょっと動画撮ってるんですけども。どうしようか、ほんま。ちょっとこれ回復さえあればいいよね、別に。トークのキレが悪いぞ。もともとそんな面白くないって言われたら、まあそれまでなんですけど、
とりあえずこれで勘弁して。よし。吸収か。ちょっとこれ使おうか。で、とりあえず回復優先で。あ、ちょっとロックされてるな。いや、なんかもう面白くないことになってる。はい、それ吸収されるよねっていうことですよね。はい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 。次元式ってのもなんか使いどころ難しいっすね、これのノクタリア様。まあ正直ごめんなさい、ちょっと謙遜してました。バレンタインはこう見えてたくさんいただいておりましたっていうのもね、なんかもうあれなんですけどね。まあはい、すいません、ちょっともうなんかもうなんか無言になっちゃってたんで、ここカットしております。はい、もう全然ダメですね、このパーティー編成。はい、ここと相性が悪いな。ちょっと僕の使い方が下手くそなんかな。なんか結構頑張ってね、パーティー作ったつもりなんですけどね。編成、誰かな、編成作ってくださる人いいんかな。ちょっと僕、その、マジで絶望的にね、パーティー構築が下手くそなんで、はい。もう、なんか、お邪魔目覚め体制とかいらんかったんかな、殺しちゃうのに。でも大の大冒険でね、はい。いたしね、その普通に。オッケーオッケー。ここは、じゃあちょっと、ね。あれや。あ、マージュ使って、これは何や。これはいいか。じゃあ、この、ソフィー使って、はい。オッケー。はい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 。よし。はい、これでもういけたでしょ。おいほい。よいしょ、クリアですね。はい、ありがとうございます。お。おー、なんだ、たい焼き、たい焼き、これ。たい焼きチョコか。お、こんなもらえるんや。あー、知らなかった。いやー、これする、これで、殺したらもね、皆さん回ってるんね。はい。はい、ノクタリア。僕的にね、その、五色強化が、ついてるんで、多色にちょっとしたいんですけど、果たしてこの、一応、助っ人はこれ、アリーナもつけてるんですけど、レアリティがね、どうなん？どうなん？リダフレはどうなん？っていうところを、もし教えていただけると、嬉しゅうございます。はい、本日の動画以上となります。これほんと無言タイムが続いたんでね、ちょっともう全然面白くないって、これで世に出てたらどうしようかなって思うんですけど、多分出すと思うんでね、最後まで見てくださってありがとうございました。それでは、動画の評価とチャンネル登録よろしければお願いします。あと概要欄に Twitter のリンクとかもね、載せてあるんで、そちらもフォローよろしくお願いします。それでは、ノクタリア使ってみた動画でした。